ノースフィールド市中心部左、カールトン大学右、セントオラフ大学左、ミネソタ州におけるライス軍の位置右、ライス軍におけるノースフィールドの地域ノースフィールドはアメリカ合衆国ミネソタ州南東部に位置する都市。ミネアポリスセントポールから南へ約60キロメートルに位置する。地域の大部分はライス軍内にあり、四北端の極一部がダコタ軍にかかっている。 人口は2万7人。来速に1軍のみからなるフェアリボーノースフィールド小都市圏は6万4142人の人口を抱えている。より広域的にはフェアリボーノースフィールド小都市圏は360万人以上の人口を抱えるミネアポリスセントポールの広域都市圏に含まれている。ノースフィールドは 北緯44度27分30秒成形93度9分40秒に位置し、地域面積は2 2 1 7トルである。市の中心部にはキャノン川が流れており、市街地はその両岸に広がっている。市の標高は2 7 8メートルである。気候は涼しい夏と寒さの厳しい冬に特徴づけられる大陸性気候で、 ケッペンの帰国分では艦隊出順機構に属する。ノースフィールドに最も近い商業空港はデルタ航空のハブ空港の一つであるミネアポリスセントポール国際空港でノースフィールドからは北へ約6 4トル車で約45分である。週間高速道路 I-35 はノースフィールド市域内を通っておらず、最も近い出入り口までは 市の中心部から西へ約1 0トルである。ノースフィールドは1855年にジョン・ w ノースによって創設された。初期は小麦やトウモロコシの栽培及び落農を中心とした農業の中心地として発展したが、1866年にカールトン大学が、そして1874年にセント・ラフ大学が創立すると、ノースフィールドはこれら2校を中心とした。 大学都市として成長していった。こうした初期の歴史から、ノースフィールドには、カウズ、コリッチス、アンドカンテインメントという標語が生まれた。今日では、カールトン大学は、全米のリベラルアーツカレッジの中で常に、上位10位以内に入る評価を、またセント頭ラフ大学は、全米のリベラルアーツカレッジの中で、上位50位前後に入る評価をそれぞれ受けている。カールトン大学のキャンパスは、 市中心部の北に、セントラフ大学のキャンパスは、市政団にそれぞれ広がっている。1876年9月7日、ジェシー・ジェームズ率いるジェームズ・ヤンガー・ギャング団が、ノースフィールドのファーストナショナル銀行に強盗に入った。しかし、ノースフィールドの住民は武装して抗戦し、行員及び住民側に死者を出したものの、銀行強盗を失敗に終わらせ、ジェームズとその一味を、 ノースフィールドから追い払うことに成功した。その後、一味のほとんどは、周南西部のマデリアでの銃撃戦の後に捕らえられた。銀行の建物は、その後、所有者の店舗、喫茶店、理髪店へと転用された後、1975年に、ノースフィールド歴史協会が買い取り、博物館になっている。また、ジェームズ・一味ミへの勝利を記念して、ノースフィールドでは、 毎年9月、レーバーデー直後の週末に、The Defeat of Jesse James Days というイベントが行われる。以下にノースフィールド市における1880年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。